東京競馬11レース慶王杯スプリング C 1400です能力偏差値ですが C ランク5等のレースとなりますこれから偏差値上位馬の適性分析を指数グラフで解説していきます最後に適性を反映した予想印を公開しますそれでは指数グラフへ切り替えます指数グラフの基本的な見方ですが横軸は日付の時系列 右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定二重丸を打っています。8枠15番ウィン・マーベルです。能力偏差値はトップで、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では2層前3層前 5層前に黄色線を上回っています。能力的には上位混線の一等で連体資格は十分です。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1400メートルとなります。指数がピークとなっているところを見ていくと、3層前はオレンジ色の着順が一着で紫の丸が1400、1400は適距離です。展開面を見ていきます。 先行力分析シートに切り替えて、一角侵入予想図により、レース展開予想を解説します。右側の一角侵入予想図ですが、逃げ馬は不在です。先行タイプが3頭います。この一角侵入予想図の状況からは、スローペースが予測できます。先行勢に展開の利がありそうです。指数グラフに戻って、この馬の客室を見ていきます。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。 指数がピークとなっているところを見ていくと、3走前は5番手からの競馬です。中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。展開分析シートを見ていきます。先行力は68で7位です。上がり指数は57で13位です。先行力、上がり指数とも平凡で、させないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。次の馬を解説していきます。 暫定丸を打っています。1枠1番、東進マカオです。能力偏差値は2位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、2層前、3層前に黄色線を上回っています。能力的には、上位混戦の1等で、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、3層前は、紫の丸が1200、 1200が適距離ですが4走前の紫の丸今回と同距離の1400では低指数となっています1400は若干長い可能性が高いです展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと3走前は7番手からの競馬です中段より前目からのちょい差しが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は79で2位です 上がり指数は61で10位です。まずまずの先行力で前目につけられそうです。展開面は若干のプラス評価していいです。馬場状態を見ていきます。馬場状態はグレーの丸で表されます。ヨババでは指数を落としています。明日も両馬場ならマイナス評価した方がいいです。次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。3枠4番、レッドモンレーブです。 能力偏差値は3位で偏差値ランクは C ランクとなります金5層では2層前3層前4層前に黄色線を上回っています上がり指数が高評価できるのは5層前は黄色線を2上回っています能力的には上位根線の一等で連帯資格は十分です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと3層前は 紫の丸が16001600が適距離ですが5層前の紫の丸今回と同距離の1400では低指数となっています1400は若干短い可能性が高いです展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと3層前は後ろから後方からの差し追い込みが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は40で13位です 上がり指数は72でトップです。高い上がり指数で、鋭い差し足が見られそうです。スローペースは大きなリスクになりそうで、展開面は若干のプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。2枠3番、総バリアントです。能力偏差値は4位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、前層、4層馬 5層前に黄色線を上回っています能力的には上位混線の一等で連帯資格は十分です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと1層前は紫の丸が1600 4層前は紫の丸が1600 1600が適距離ですが過去1年1600以下の出走履歴がありません1400への距離短縮適性は不明でリスクです 展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は後ろから、4走前は8番手からの競馬です。後方からの差し、追い込みが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は64で8位です。上がり指数は59で11位です。平凡な上がり指数で、させないリスクも若干あります。スローペースは大きなリスクになりそうで、展開面は、 若干のマイナス評価した方がいいです過去1年間の対戦成績を見ていきます暫定20丸を打った15番の対戦成績は1番に対し1勝2敗4番に対し零勝1敗と負け越しています15番の対戦成績にはリスクがあります暫定丸を打った1番の対戦成績は15番に対し2勝1敗13番に対し1勝零敗と勝ち越しています 1>, 1番の対戦成績は、高評価できます。暫定黒三角を打った4番の対戦成績は、15番に対し、1勝0敗、3番に対し、2勝1敗、13番に対し、1勝0敗と勝ち越しています。4番の対戦成績は、高評価できます。暫定白三角を打った3番の対戦成績は、4番に対し、1勝2敗と負け越しています。3番の対戦成績には、 リスクがあります以上の適正分析を考慮しました最終の予想印です本命20丸を打ったのは4番レッドモンレイブです能力偏差値は3位の C ランクです距離にリスクはありますが展開と対戦成績を高評価しました対抗丸を打ったのは1番東ウマカオです能力偏差値は2位の C ランクです距離にリスクはありますが 展開と対戦成績を高評価しましまた黒三角を打ったのは15番ウィン・マーベルです。能力偏差値はトップの C ランクです。対戦成績にリスクはありますが距離を高評価しました。白三角を打ったのは13番ラディーズ・ビビットです。能力偏差値は5位の C ランクです。対戦成績にリスクはありますが距離を高評価しました。以上 指数グラフに加え新聞コメントや調教などの情報も加味すれば必ず回収率向上につながります。是非指数グラフメソッドをお試しいただきご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです。